はい、お疲れ様です。今ね、NTT ファイナンスから未納料金が発生してるから法的措置に移るよっていうふうな警告の電話が来ました。ちょっと録音してるんで聞いてください。重要なお知らせです。現在ご、NTT ファイナンスより重要なお知らせです。現在ご利用中の電話回線にて未納料金が発生しているため、法的処置へ移行いたします。オペレーターへおつなぎする場合は1を押してください。言うまでもなく、これはいたずら電話というか架空電話だと思いますね。電話番号は、8199-736465 というね、カナダ、ケベック州からかかってきてます。皆さんご用心ください。で、インターネットでこういう時はすぐ検索してください。NTT ファイナンス未納料金法的措置で検索するか、電話番号で検索していただくと出てきます。ちょっと画面切り替えていきましょうか。はい。NTT ファイナンス未納料金法的措置で検索すると、もう早速出てきてますね。もう全然、もうクリックする必要もないです。NTT ファイナンスを装った特殊詐欺にご用心くださいっていう風に出てます。もう全くこれ以上調べる必要はないぐらい明確でございます。皆さん、変なところから電話がかかってきたら、電話番号で検索してくださいね。一番簡単です。今回は、法人名でね、検索しましたっていうかね、名乗ってくださったんでよかったんですけども。で、非通知で電話出てしまったみたいな形になると、まあ、いろいろ出てますね。応答しても大丈夫ですかと。こんな感じです。ビビることはないです。ビビらず対処してくださいね。それでは。